東ボリビアの定置プロジェクトにおける産業的森林、破壊の衛星写真、河川集材を用いて、森林を農地に変えているオーストラリアのホープトンだは、見物者を受け入れつつ、その自然の特徴を守るために、多くの注意が注がれてきた、自然保護とは、種を絶滅から守り、生息地を維持し回復させ、生態系サービスを高め、生物多様性を守ることに焦点を当てた。 道徳哲学及び保全運動である。保護の根底には幅広い価値観があり、生命中心主義、人間中心主義、生態系中心主義、感覚主義がそれに影響し得る。近年では根拠に基づく保全への動きがあり、保護活動の効果を上げるためにより多くの科学的証拠を用いることが求められている。2018年現在、 陸地の15%と海洋の7.3%が保護されている。環境主義者の多くが2030年までに陸地と海域の30%を保全するという目標を立てている。自然保護の目標には生息地の保全、森林破壊の防止、種の絶滅の阻止、乱獲の減少、気候変動の緩和が含まれる。 自然保護主義者は異なる哲学的な見方でもってその異なる目標へと向かう。様々に語られる保全倫理の根本にあるのは自然界には実利的な価値とともに内在的か常に見えぬ価値があるという考えである。この見方は科学的な保全運動やかつてのロマン派的なエコロジー運動の一部から引き継がれている。哲学者たちは個々の生き物には 生物中心主義、生物種や生態系全体にはエコホーリズムというように自然の違った側面に内在的な価値をつけてきた。より実利的な自然保護派は人間中心主義的な見方を持っており、人間活動による自然への地域的、地球的な負荷を現在と後世の人間の良好さへの影響において適切に評価することを求めている。 このような価値観がどう評価され、人々の間で交換されるかが、社会的、政治的、個人的な規制や自然保護を行うための命令を決めている。これは、現代の環境運動に共通する見解である。人の良好さへの透析を拡大し、感覚性ある動物の福祉を含めることに関心が高まっている。感性ある個人に焦点を当てた。 自然保護倫理の分野にはエコフェミニズムや温情的自然保護が挙げられる。アメリカ合衆国では1864年にロマン的そして交理主義的な自然保護の流れの基礎を作った2冊の本が出版された。ヘンリー・デイビッド・ソローのウォールデンの没語版は人の精神を培う砦としての手付け数の自然の偉大さを認知させた。これとは違った本である。 ジョージ・パーキンズ・マーシュの人間と自然では人がその糧を得ている土地を変えて不毛にするのを観察した記録が書かれている。消費者の自然保護倫理は時にリシンク、リデュース、リサイクル、リペアの 4R で表される。この社会的倫理は主に地域消費や道徳的購入、持続可能で効率的な再生可能資源の使用。 有限資源の破壊的な使用を控えること、大気や水質、生ける地球の自然な働き、建造環境における文化的価値などの共有資源への害を防ぐことに関係している。合衆国における自然保護倫理を策定したとされるのは、セオドア・ルーズベルト元大統領である。ありがとうございます。